く一人でも捕まえてやる。こら、どこまで遊びに出かけてたの？あ、ママ上。みんなで探したんだから、本当に落ち着きのない子ね。え？みんなで探してたって、滞在人たちが僕のこと。滞在人って、もちろんそうよ。まさか僕が秘密を知ってしまったことがバレている。ママ上、実はですね、パパ上と滞在人たちが今夜王国を転覆させるとの情報が。トリスタン、ずいぶん探し回ったぞ。で、出たな、七つの滞在。トリスタンだ。二人に似てすごく可愛い。確かにね。でもオイラたちの子に比べたら。子供ながらにこの投球はすごいな。さすがは団長と王者の息子だ。相変わらず元気のいいガキだな。お前な、大事な日にどこを突き歩いてたんだ。僕は知ってるんです。パパ上たちが王国から追われる滞在人だということを。そして今夜クーデターを起こすためリオネス王国へ集まったことも。ヘンディさんやハウザーさんにも裏は取りました。もう言い逃れはできませんよ。そうかそうか、まさか全てお見通しとはな。だが知られちまった以上生かしておくわけにはいかねえな。やっぱり真実だった。パパ上は本当に大悪党だったんだ。まさか本当のこと何も教えてないの？だってその方が面白いじゃんか。ああ、くそ、俺もやりゃよかった。パパ上なんかこの聖騎士トリスタンが成敗してくれます。なんだお前、聖騎士になりてえのかよ。うん、なんたって悪者を成敗するのが聖騎士だからね。はっ、おしゃべりはここまでだ。変な親子。団長らしいな。このリオネスを滞在人の好き勝手にはさせません。さあ全員外に出て尋常に勝負です。そうね、もうそろそろ出ましょうか。もう時間か。よし、行こうぜ。あれ、ほれほれほれ、歩け歩け、外に出ろ。Y bueno, no olviden dejar su like y también comentar, ya que cada comentario lo tomo para mandarles saludos. Aparte que les dejo su kokoro. Cuídense mucho y nos guachamos en el siguiente video. ¡Mátane!